いかあぶねあぶね、浮き輪ちょっと待ってね、これでよっしゃあぶねあぶね、そしてちょちょーっいけたいけたいけました、ほっ、いやこれ間に合うか、 いけるいける、残り8秒。はいどうもピヨキングです。今日はですね世界のコースやっていきましょう。でね、今日の一画面コースなんですけど、ちょっと面白そうなコースをですね見つけたんですよ。でいつもはさ、サラダさんっていう方のねコースを遊ぶんですけどね、今回ナギさんっていう方なんですよね。詳しく見るを見てみたらさ、なんかパーブロックと P ブロックがあって、でゴールバーがあるっていう感じなんですよね。まあそれで 0.91%、 まあどんな感じなんだろうね、ちょっと気になるからやっていきましょう。おそらく、あ、やっぱり P スイッチか。 P スイッチを押すってことはこのパワーブロックに乗って上の P 叩くみたいな。 OK はい、それじゃあ今日はですね、いつも通り人気ランキングをやっていくんじゃなくて、あの詳しく探すの方で、あの難しさをとても難しいにして、ちょっとタイムアタックのコースをやっていきたいと思います。まあいわゆるスピランですね。その中でもですね、ちょっと楽しそうなコースがねたくさんあるんで、サクッとやっていきましょう。今回このコース、ブラスティングボムなんとかラン、まあ、とりあえず 20S って書いてますから、おそらく20秒で終わるスピードランだと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。まあそんなにこの子速攻ミスった速攻ミスちゃった。いや今ちょっとやられてしまいましたけど、まあこれで2回目、まあ、2回目の挑戦となります。でこのねステージで優しいのが、僕気づいたんですよ。あのボムを投げなきゃいけない方向にこの四角の枠の穴が開いてるんですよね。だからめっちゃ分かりやすい。まあこれでねクリア率がね低くてもサクッといけるんじゃないかな。よし OK。よし、それじゃあ次はこのコース、シェリングサンダー30秒かな、まあ、30SE なんとかって書いてますから、まあ単純に30秒のタイムアタックだね。まあ、今回このコースはですね、あのクリア率が 1.5% ちょいぐらいだったっけな。だからね、あの2回目にしたコースぐらいの難易度だと思うんですけど、まあ、こっちの方がなんか結構簡単だね。意外と簡単にいけます。ほいしかも楽しい。いや30秒は結構長いけど、ちょっと待って、お、え、ちょっと待って、止まった止まった、大丈夫大丈夫。いやでもこのコースマジですごくよくできてますよね。さすがあの人気ランキング上位のコースというべきか、まあ、30分のスピードなんて意外と長いから結構覚えることが多いんですよ。だからね、その30秒のスピードランっていうのは難しいことが多いんですよね、まあ、激ムズコースでさ500秒とかあるけど、あれマジで難しいよね。でこのまま右に行けるみたいな、こんな感じ。なるほど、超えていくのね。オッケーオッケー、うえい、ちょっと待って、キューキューキュー、大丈夫、恋の通りに行けばいけるはず。よし、このまま右にジャンプ、いけるか、よっしゃいけましたさて次は20秒のスピードランコースですね。クリア率は 1.84%、 まあさっきのコースたちと比べてクリア率はねガクンと上がってます。クリティカルキャノンラン、キャノンってことはおそらくですけど、あの黒い大砲が出てくると思うんですよね、まあ、多分そんな感じでしょ。あ、これなんかさっきしたね、あ、さっきの人のコースかな。あ、なるほどなるほど。まあまあでもね、僕クリア率の割にですね意外と早くあのクリアできてる方だと思うんですよ、まあそれが自信過剰なのかどうなんか分かんないんですけど、リスナーさんはね、あの上手い方多いから、いやそんなことねえよ、俺より下手くそだしみたいな感じの人たくさんいると思うんですけどね。まあまあそれでもね、温かい目で見守ってください。まあ20秒だからこれでゴール。はい、それじゃあ次はですね40秒のスピードランやっていきますが、ケイブチャオススピードランって書いてますね。40秒は意外と長いよね。あのスピードランってあの中間ポイントとかないから、しかも覚えなきゃいけないんですよね。それが長い、マジできつい。お、待って待って、これはこのまま走っていくだけでいい。まあ長い分意外と簡単にできてるっていうパターンも多いんですよ。そしてこれも優しいな、やられたけど。そしてね、これ40秒のスピードランですけど、まあさっきと一緒で、これ物を投げなきゃいけないところに枠が空いてるんですよ。枠の隙間っていうのかな、まあこの字になってるんですよね。まあ、それが非常に分かりやすい。で、あの40秒でクリア率が 1.何%っていうことは、まあそんなに難易度もね高くないはずなんですよ。よし、それじゃあここで残り20秒か、ちょうど折り返し地点っぽいで、うか、あぶねあぶね、浮き輪ちょっと待ってね、これでよし、ははは、あぶねあぶね、そしてちょちょー、けははは、いけたいけたいけました、ほっ、いやこれ間に合うか、いけるいける、残り8秒、多分これでゴールでしょう。うーわきつい、やでもまだミスってないからいけるはず。残り3秒、ゴール、はっ、いやちょちょちょ、これでゴールでしょ、やった
絶対ゴールじゃん。オッケー、次はこのコース行きますが、50秒のスピードランです。どんどんタイムがね伸びてってますけど、まあ、50秒でクリア率が 1.83% って、そんなに難しくないんじゃないかなって思います、僕の予想ですけど。長ければ長いほどね、ほんとさっきも言ったようにですね、ちょっと待ってね、まあ、さっきも言ったけど、あのスピードランってあの秒数が長ければ長いほどですね、意外と難易度って簡単になるもんなんですよ。例えばそうだな、20秒、まあ、20秒でクリア率が 1% のやつがあったとして、そして50秒でクリア率が 1% のやつがある、まあ、これは絶対50秒のやつが簡単なんですよね、まあ、なぜかっていうと、中間あんのこれ、スピードランなのに中間あんの、まあ、やられてもいいってことですか。やっぱこれもね、回転ジャンプするとこは Z って書いてるんで、まあ非常に分かりやすいですね。これも回転ジャンプでしょ。 OKOK、 あれこれ分からんくね。まあまさかの中間ポイントからのスタートですけど、まあ制作者さんの優しい気持ちに甘えて途中からやっていきましょう。でさっきのボム兵のところはですね、ちょっと微調整して、進まなきゃいけないっぽいんですよね。確かもうすぐだったね。そうそう、ここちょっと微調整しなきゃいけないっぽい。よし、オッケー。ただね、ダッシュするだけだったら多分クリアできないんですよ。うわ、もうクリアか。はい、それじゃあこれでラストバトルじゃねえやそれじゃあこれでラストスピードランとしますか。まあ、最後はクリア率 2.08% ですね。レッドコインじゃあな、ん、じゃあなんでもいいや。まあ、このコース始める前に詳しく見るを見てみたんですよ。そしたら、まあ、このマリオが進むべき道はね、もうこの全てコイン、全てこのコインの通りに行けば大丈夫、このコインの通りに行けば全部大丈夫本当に。だからまあおそらく一発でいけるんじゃないかな。まあ、クリア率もですね、そんなに難しくなかったんですよ。マジでこのコインの通りに僕行きますね。全てもう全部信用します、このコインを。ほらね、やっぱコインの通り行ったら意外と簡単だね。で、これ右でしょ。オッケーオッケー。いや、ちょっと今危なかったけど。で、これ鍵があるね。この鍵はどこで手に入れるっていうか、開ければいいのか。で、じゃあ、オッケー。もうすぐ鍵のドアが来ると思うな。オッケーオッケー。で、これでゴールか。多分これでゴールじゃないかな。で、右。オッケーオッケー。危ねえ。今0秒やったよね。いや、これめっちゃギリギリやんね。まあ、でもそれでも無事クリアすることができました。今日はここで終わりたいと思います。それじゃあまたね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。